天正17年1587年6月5日、会津すり上げ原。すり上げ原の戦場にいる一人の老将は、戦場に伝わる熱気がやけに冷めていると痛感していた。なんじゃ、この胸に引っかかる違和感は。将の名は金上盛春。この時63歳、芦名一族金上家15代当主である。古くから芦名家に忠誠を尽くし、会津の執権と呼ばれるほどの優れた政治外交手腕を持つ、まさに芦名家の重鎮である。芦名家は今佐竹と連合して伊達軍との野外決戦を迎えていた。その数は芦名・佐竹連合軍1万6000、伊達軍2万3000。奥羽の地で稀に見る大海戦である。海戦した時からずっと追い風で連合軍に有利なはずだった。しかし胸の使いが一向に取れない。味方軍から感じる隙というものが皆無に思われた。皆どうしたのじゃ。我らは追い風、さらに下り坂で攻め入りやすい地形に陣を構えておるというのに。同じ陣にいる同僚佐世胤常と佐世常雄の方に目を向けてみる。この二人もやはり違和感を感じている様子である。ふと老将は何気となしに味方の後方の陣を見回してみた。何、誰も彼も動いておらんではないか。戦っているのは我らと先手のみとな。このままでは勝てる戦も勝てん。金上盛春はとっさに味方に伝令を飛ばす。方々、敵は向かい風でまともに目が開けておりませぬ。風を味方につけている今が好機でござる。直ちに打って出るべし。しかし熱意むなしく味方は動かない。この後に及んで防寒を決め込んでいるように思われた。ふぬけどもめ、そんなにわしを排除したいのか。かくなる上は我らだけで蹴散らしてくれるわ。老将は芦名家の意地を見せるため第四条で将兵に檄を飛ばした。よし、皆の者、どうやらこの戦後方の武変者の方々は見物に来たらしい。ならば我ら小心者のみで戦おうではないか。幸い伊達なんぞ18の小せがれが継いだ青臭い集団よ。我ら信長、秀吉にも認められた会津の執権たる老快な戦ぶりを見せてやろうぞ。おお。金上盛春率いる第二陣は先手とともに苛烈に伊達軍に襲いかかった。敵の先手猪苗代森国を抜き、その勢いのまま伊達軍の第二陣片倉景綱をも飲み込もうとしていた。やがてあと一歩で片倉隊を回走させようかという瞬間、側面からの鉄砲の一斉射撃を受けてしまう。勢いが一時そがれ、少し間が空いたその時だった。風が止み無風になったと思われた。しかし次の瞬間、向かい風に切り替わった。戦場慣れした老将は即座に状況を読み取った。も、一旦引け引け。なんとか体勢を整え直して反撃に出ようとした刹那、後方から金切り声が聞こえてきた。本陣が攻め入れられた。寝返りでござる。まさに寝耳に水であった。慌てて後方を振り返る。もはや味方は交代を開始していた。盛春は一人ごちだ。なんと情けなし。肩を落とす盛春に金次が声をかける。我らも引きましょう。しかしもはや老将には結果が見えていた。このまま落ち延びても何も変わらんじゃろう。もはや足だけは森氏様でおしまいだったのじゃ。よくもここまで持ったものだ。だがそれでもわしを重用してくれたのは足だけじゃ。森氏様とわしで気づいたこのお家、最後まで責任を果たすとしようかの。盛春は心の中でそうつぶやくと、顔を上げ周囲を見回してみる。同僚の佐世胤常と佐世常雄と目があった。彼らもこちらの意図を察したようで互いにうなずき合った。盛春は覚悟を決めるとこう発した。わしはこれより交代する味方の援護のため時を稼ぐ。我こそはと思う者はついてまいれ。ほとんどの兵がこれに従った。やがて交代を知った伊達軍の動きが活発になってきた。盛春は交戦する敵を探していた。ふと先ほど交えた片倉景綱隊を発見する。片倉とな。ほほう、あの伊達家の執権か。これは良い敵じゃ。仮にもわしは会津の執権と呼ばれた男。ここは執権同士。腹と武器の探り合いとでも行こうかの。そう言い残すと片倉隊へ向けて突撃していくのであった。
天正12年1584年10月、伊達家第16代当主伊達輝宗は、嫡男藤次郎政宗に家督を譲って隠居した。この時、輝宗は41歳で、政宗は18歳であった。輝宗の年齢からすると、家督を譲るのは早いように感じるが、家中の跡目争いを落ち着かせて、対外的な交渉に力を注ぎたいという思いもあったようである。というのも、この奥州の地は、伊達、南部、葛西、安藤、最上、畠山、芦名、佐竹などの中小の戦国大名が乱立していた地域で、長らく覇権争いで小競り合いを続け、徹底的に潰し合うというよりも、戦いが膠着すると周辺の武将が仲介に乗り出し、双方滅亡することなく和睦するケースがほとんどであった。それは元を正せば、輝宗の祖父伊達胤宗の時代に婚姻や養子縁組を実施し、勢力を拡大する外交政策をとっていたことで、敵も味方も傍観している周りの武将も皆親戚状態という特殊な状況を作り上げてしまったのが要因だった。その状況は日本の中央で豊臣秀吉が天下統一を進めている時も変わることなく、それを危惧した輝宗が東大で再び奥州をまとめ上げて中央政権に立ち向かう連合を築き上げたいという使命を全うしようとした節があったようだ。そのために輝宗は早々と隠居し、国内政治は政宗に任せ、自分は外交員として奔走しようと目論んでいたように見える。そのような状況下で家督を継承した若干18歳の政宗は、父輝宗の考えも理解していたのか、はたまた自身の野望のためか、第17代当主の座につくや否や、奥州の覇権を握ろうと近隣勢力を攻め始める。天正13年8月には、伊達を裏切って芦名についた大内定綱の居城、小手森城を攻撃し、女子供含めてなで斬りにした。直後に政宗が叔父の最上義明に送った書状によれば、1000人以上を殺害したとある。だが死者の規模ははっきり分かっておらず、しかし大人数を皆殺しにしたという事実から、政宗は周辺諸国より、若いから血気盛んで何をしでかすかわからんと恐れられるようになる。このあたりの見せ方も政宗はうまい。続いて二本松城を畠山義次を攻撃。義次は降伏を申し入れて和睦を申し入れてきたが、その際に和睦を斡旋した輝宗を拉致し逃亡。追ってきた伊達勢によって輝宗もろとも殺されてしまう。その後政宗は輝宗の弔い合戦とばかりに再び畠山の二本松城を攻撃。だが畠山家は周辺に救援を求め、これに呼応した政宗をよく思わない芦名や佐竹が畠山に援軍を出し、総勢約3万の兵が連合軍として集結。対する伊達軍は約7000。同年11月17日、足立郡一鳥橋にて両軍激突したが、数に劣る伊達軍は本陣まで攻め入れられ解散。政宗自身も矢玉を浴びるなど危機的状況に陥ったが、政宗の重慶の伊達重実の貨幣での活躍や、春宗以来の中心の古参鬼庭下月祭による魂の還元と命がけの神狩りにより、政宗は戦場を離脱。そしてその翌日には佐竹軍が撤兵したことから、連合軍は事実上瓦解、解散となり、政宗はかろうじて難を逃れたのであった。しかしたった一度の敗戦でめげない政宗は、翌天正14年4月、自ら出馬して再度二本松城を包囲。畠山家は当主国雄丸を立てて必死に抵抗するも、7月相馬義胤の仲介で伊達と芦名の間で和議が結ばれ、国雄丸は二本松城を明け渡して会津の芦名家のもとに亡命することとなり、これによって二本松畠山氏は事実上滅亡した。その後政宗は佐竹家や他の敵対勢力との和議を進め、一旦は平和を回復した。ところが同年11月、芦名家第19代当主亀若丸が若干3歳で急死すると、芦名家の乗っ取りを画策した佐竹義重は、自分の子である義弘を芦名家の当主に擁立し、対伊達を意識した外交戦術を取る。義重は事前に白川祐樹家、岩木家などに義弘の擁立に関する同意を取り付ける一方で、弟の小次郎を擁すると見られた政宗には何ら通告を行わなかったのである。これを佐竹による伊達排除の意思と捉えた政宗は、佐竹家との全面対決を決意することになっていく。その頃中央政権では、天正15年
12月、関白豊臣秀吉は関東奥羽の諸大名、特に関東の北条家と奥州の伊達家に対して総武事令を発令した。しかし政宗は秀吉の命令を一切無視して軍事行動を続行していくのだった。天正16年1588年2月、政宗は陸奥大崎五軍を支配している大崎家中の内乱に介入して兵1万を侵攻させた。しかし陸奥黒川家第9代当主黒川春氏の離反と大崎方の抵抗に遭い敗北している。さらに政宗への反感を強めていた叔父最上義明が義明の義兄大崎側に立って参戦し、伊達領各地を最上勢に攻め落とされてしまう、いわゆる大崎合戦である。時を同じくして政宗が大崎家の内紛に介入して敗北するや否や、これを好機と見た芦名義弘は大内貞綱を先鋒とする 4,000 の兵を伊達領に進めてきた。貞綱は2月12日に縄城田城を攻略すると皇族と合流して伊達方の郡山城、久保田城、高倉城、元宮城を攻め立てた。この時伊達領南方の抑えを担当する二本松城主伊達重真の兵力は大森城主片倉景綱と宮森城主白石宗真からの援軍も合わせてもわずか600人ほどであったが、重真は防戦して2ヶ月の間なんとか芦名の攻勢をしのぎ続けていた。しかし政宗自身が北方の大崎合戦に乗じて離反した小手森城主石川光政の背後にいる相馬義胤の備えに回っていたため、この芦名の侵攻に直接対応できないでいた。この状況を打開すべく重真は政宗に、家紺は一旦忘れて味方につけるべしと説いて大内貞綱に伊達への帰参を持ちかけた。ちょうど芦名家中では義弘に従って佐竹から入った新参と芦名譜代の傘下の奥州諸将との間の対立が深刻化していたこともあり、貞綱は重真の調略に応じて伊達側に走ることとなる。4月18日、芦名勢は離反した貞綱と伊達勢を撃つべく元宮城に攻め寄せたが、阿武隈側下半で貞綱率いる 1,000 余りの兵によって反撃に遭い敗走した。6月に入ると佐竹、芦名連合軍が隙をついて郡山方面に向かって進軍。政宗自身は郡山の救援に向かうべく宮森城を出て元宗から郡山に向かう。政宗の正室である女子姫の実家である田村家からも田村月祭、田村梅雪祭が援軍として駆けつけて、伊達一門である留守政影も援軍に駆けつけている。6月12日、郡山久保田領城に向けて兵を進めた連合軍と伊達勢が対峙して互いに砦を築き、以降40日間にわたって延々小競り合いを繰り返した。政宗記によれば連合軍は約8000機、伊達勢は約600機で、定山公地家記録には連合軍4000機、伊達勢約600機と、いずれにしても数で伊達軍は圧倒的に不利であった。伊達勢は政宗の命により伊達重真が山王山に陣を構えた。重真は堀を構え土手を築き防御を厚くした。加えて阿武隈川沿いの笹川城が伊達側にあり、連合軍は背後に敵勢力を置いた状況で伊達勢と対峙せねばならなかった。そのためなかなか白兵戦には発展せず、昼夜問わず互いに 4,5 発の鉄砲を打ち合う激しい銃撃戦が行われたと言われている。こうした中、最上大崎との抗争も未だ継続中で、政宗は連合軍への兵力が集中できず、軍勢の数では連合軍に非常に劣っていた。戦況不利を悟った政宗は6月21日、使者を岩木常隆のもとに派遣し和平交渉を開始する。26日には使者が帰還。7月2日、岩木常隆が石川昭光を誘って政宗に和議の仲介を打診した。交渉は首尾よく進み、7月5日からは両軍とも攻撃を中止。7月16日には佐竹家と伊達家の和議が、2日後の18日には芦名家と伊達家の和議が成立し、佐竹もこれを確認。21日から翌日にかけて佐竹軍、伊達軍ともに撤退した。この一連の軍事衝突は郡山合戦と呼ばれている。このような伊達と芦名佐竹との間で小競り合いが続く中、あくる年の天正17年4月22日、政宗は米沢城を出発して翌日に大森城に進軍する。その数約2万。
この時の出兵の目的は、当初は郡山合戦以降、田村家の所領をめぐって対立を続けていた岩木常隆が4月15日に田村軍に侵攻したことに対応するものであった。ところが24日になって足名家に仕えていた片平城の片平親綱が内通すると、政宗は天性的な才能でもって、これは足名攻めの好機であると判断し、5月初め足名領の阿古ヶ島城と高玉城を攻めて、足名家を牽制した後に軍を転じて相馬領を攻めた。ここからが政宗のひらめきのすごいところで、伊達軍はそのまま越後街道を西に向かって猪苗代黒川に迫るかと思いきや、進路を変えて急に北上したのである。そして5月18日には伊豆軍の金山城に入城した。ここは反伊達勢力の一つである相馬領と接する城であり、この時相馬義胤は岩木常隆の要請を受けて田村軍に兵を進めていたが、いきなり伊達軍主力が思いもよらない場所に現れ、5月19日には相馬領の駒ヶ峰城を落としてしまったのである。政宗がさらに5月20日に美濃首城も落としたことで、相馬義胤は田村軍侵攻を諦めて引き返すが、その時政宗はすでに戦後処理を渡り重宗に任せて相馬領から電撃的に後退。政宗は来たるべき芦名佐竹勢との対決の際に相馬家を参戦させないように即座にひらめきでこの軍事行動を成功させたのであった。その後政宗は5月26日に大森城に帰城。翌日葛西大崎両家から遠兵として鉄砲衆500人が到着している。さらに政宗は主力を率いて南下し阿古ヶ島城に入城。一方の芦名義弘は政宗の動きを見て、いよいよ伊達が大軍で攻めてくるぞと断定し、佐竹に救援を仰ぐ。これを受けて義弘の兄佐竹義信は援軍を派遣し、元宮城より南にある須賀川に布陣して芦名軍と合流。北上して阿古ヶ島城と高玉城の奪還を目指す。なおこの時父の佐竹義重は白川に留まっている。一方の政宗は6月1日猪苗代城の猪苗代森国を願帰らせることに成功。伊達の軍勢は次々に猪苗代城に集結を開始する。この時芦名軍は佐竹やその他の軍勢合わせて約1万6千の兵力で小倉城まで進出していた。ところが森国が離反したことで、政宗は直接黒川城に迫ることが可能になった。しかも政宗は米沢城から原田宗時の別動隊を米沢街道沿いに南下させて黒川城に迫らせた。こうなると芦名家は東と北の両方面から敵に迫られることになるので、芦名軍はやむなく黒川城に後退。政宗本隊も6月2日元宮城に入り、4日猪苗代城に入城。一方の芦名義弘は4日の夕方に須賀川から黒川城に戻る。こうして翌5日両軍はすり上げ原にて激突することとなる。天正17年6月5日会津すり上げ原、芦名佐竹連合軍1万6千が猪苗代城の約2里に位置する高森山に着陣。魚鱗の陣を敷いた。連合軍の布陣はこの時、第1陣は富田将軍猪苗代森種、第2陣は金上森春佐世種常常雄松本源兵衛ら、第3陣は戸田氏真と佐竹家の援軍、第4陣は岩木二階堂石川富田高真であった。この動きを見ていた伊達政宗も行動を開始する。2万3000の兵を率いて猪苗代城から出陣し、猪苗代湖北側にある磐梯山麓のすり上げ原に向かい、すり上げ原北東の八ヶ森に陣を敷き、同じく魚鱗の陣を構えた。伊達軍の第1陣は猪苗代森国、第2陣は伊達重実片倉景綱、第3陣は片倉親綱後藤信康石下田景頼、第4陣は八代景頼白石宗実浜田景孝鬼庭綱元である。ここに高森山を中心として魚鱗の陣を敷く連合軍1万6千と、八ヶ森を中心として魚鱗の陣を敷く伊達軍2万3千とが、広く緩やかな平地である丘陵地帯であるすり上げ原を挟んで対峙した。布陣を終えた政宗が左右の側近と会話している。地の片倉景綱と武の伊達重実である。さて東方2万3千敵方1万6千である。小十郎どう見る？数ではこちらがいくらか有利ですな。されど敵方は山から見下ろす布陣にて、逆にこちらは攻め止める必要がありますゆえ五分といったところでしょう。したり、おや風が強いな。向かい風じゃな。何の向かい風だろうが何だろうが切り崩すまで
ははは、藤五郎よ、行きやよし。藤五郎を清めて指示を出すから存分にやれ。お任せあれ。さて小十郎、そろそろ仕掛けるか。そうですな、森国殿も寝返り後すぐでそわそわしておりましょう。ん、よし、一陣を動かせ。我らから仕掛ける。さつき晴れの合図ののどかな盆地に海戦の合図を知らせるホラガイが鳴り響いた。先に仕掛けたのは伊達軍第一陣の縄城森国、対する相手は連合軍第一陣の富田将軍。我らは寝返り直後でまだまだ信用されておらぬ。ここで功を立て殿に認めてもらうのじゃ。者どもを命を惜しむな、名を惜しめ。しかし思った以上に向かい風の影響を受けて伊達軍の攻撃は鈍っていた。これを見て取った連合軍第一陣の富田将軍が檄を飛ばす。おい見ろ、敵方は向かい風で攻撃が鈍っておるぞ。こちらは数こそ少ないものの追い風じゃ。しかも相手は裏切りおった猪苗代じゃ。伊達もろとも蹴散らしてやれ。連合軍は全体数ほど少ないものの、二陣の金上森春らの積極的な攻勢によって追い風の恩恵を受けて徐々に伊達軍を追い詰めていく。やがて伊達軍の先手を崩し、第二陣の片倉花月な隊も統制が乱れてきた。ご中心殿、向かい風の影響が思った以上に強く、左陣で6人目を開けられません。さらに二陣の片倉様の隊が崩されそうです。しかし若干18歳の政宗は冷静だった。一鳥橋での合戦以降、己の命を懸けて逃がしてくれた鬼には下月祭の還元を反数し、小たる器を磨かんと務めていたのだった。うん、本陣の鉄砲隊を下月名を攻撃している敵の側面に向かわせよ。それと白石宗実の隊もそちらに回せ。政宗は敵の側面に鉄砲を制射させ、白石宗実の隊を突入させて劣勢を挽回しようとした。さらに幸運なことに、ちょうどこの時風向きが逆に変わった。つまり伊達軍が追い風を受けるようになったのである。この気を敏感に悟った政宗は重実に合図を送った。藤五郎、今だ。この合図で伊達重実の隊がこれまでと違う動きを見せ始めた。この一連のやり取りを冷静に見ていた片倉花月名は、乱れていた事態の足並みを揃えさせ、相手を押し返すように命じるとともに、戦場近くの丘陵で見物している農民や町人に向けて鉄砲を威嚇させた。見物人たちは仰天して風を背にして、我先にと連合軍の方角に向かって逃げ始める。これを見た連合軍は味方の敗走と勘違いをしてしまう。しかもさらに悪いことに、実は連合軍の第三陣の富田隊や松本平太ら重臣衆、援軍による御詰め所帯は第一陣が伊達軍と接触し、追い風の恩恵を受けて押し込んでいる最中にも動かずに防寒を決め込んでいたため、気を逃したどころか逆に向かい風の影響で見物人の敗走を味方軍の総崩れと勘違いしてしまったことで、恐怖が一気に連合軍全体に伝染してしまっていた。そしてまさにこの瞬間、合図を受けた伊達重実隊が磐梯山麓を迂回して、芦名義弘の本陣がある七つ森不動山方面を側面攻撃。連合軍の前線部隊で後陣に裏切りが発生したとの憶測が広がり、大混乱に陥る。この2つの要因が重なり、連合軍は士気がなくなり、徐々に敗走し始める。引け引け。午後3時頃には富田隊に続いて二階堂隊、石川隊も撤退し始めたところで、連合軍は総崩れ。芦名義弘も黒川城に撤退することを決断する。天正17年6月5日、すり上原夕刻、芦名義弘は戦場から黒川城に向け撤退した。芦名義弘はわずかな共回りに守られて黒川城に逃げ帰ってきたものの、未だ撤退中の連合軍にさらなる悲運が待ち受けていた。すり上げ原から黒川城に撤退する途中に日橋川という川がある。芦名義弘、富田氏真らが日橋川を渡り終えると、連合軍は日橋川に架かる橋を落としてしまったのだ。その結果、遅れた連合軍は撤退することができず、日橋川付近で多数の兵が伊達軍に討ち取られてしまうのであった。その数は奥羽永慶軍記によれば1800人とも言われている。また連合軍では第二陣の金上森春、佐世種常、常雄ら3名が片倉隊に突撃し討ち死にを遂げ、後にこの地に山中碑が石碑として建てられている。連合軍は日橋川と合戦自体の戦死者を合わせて5000を超えたため、黒川城を守るための戦力を確保できないと判断した芦名義弘は6月10日、黒川城を放棄して日立の父義重のもとに逃走した。
この芦名義弘の逃亡により連合軍は瓦解し、戦国大名芦名家は事実上滅亡を迎えるのである。一方の伊達政宗はすり上げ原から移動し、6月6日に塩川に至り、翌日6月7日菅原城を落とした原田宗時の別動隊と合流して周辺を制圧、6月11日黒川城に入城する。伊達政宗が黒川城に入った結果、芦名家の旧臣であった富田氏真、長沼盛秀、伊藤盛常、松本源平、横沢彦三郎、慶徳善五郎らが政宗に強靭を誓うこととなり、会津の大半が伊達家に下ることとなるのであった。長年の宿敵であった芦名家を滅ぼすことに成功して、これからいよいよ奥州から関東へと息巻いていた政宗に苦難が訪れることとなる。このすり上げ原に至るまでの郡山合戦と、この合戦自体が天正15年に豊臣秀吉が発令した総武事令に違反したとみなされ、小田原征伐で秀吉に敗越した際に、旧芦名領などすり上げ原の勝利で得た所領を没収されてしまうのである。この時の政宗の悔しさはいかほどであっただろうか。会津の地は秀吉の采配によって蒲生氏郷に分配され、この人選は一説には東北に睨みを利かせるためのものであるとされている。秀吉にとっても政宗という人物を一目見た時から警戒していたに違いないと思われる措置であった。一方の政宗は自身が生まれ落ちた時代が10年遅かったと嘆いたとか、周囲にそのように言われたなどは定かではないが、その有り余る才能は世間に認められることとなり、狡猾に戦国時代を渡り歩き、徳川太平の時代には徳川秀忠へのご意見番となるほど出世するのであった。さて、今回の日本史の旅、楽しんでいただけましたか？歴史の舞台裏や知られざるエピソード、これからもたくさんのお話をお届けしますので、引き続きご視聴いただければ幸いです。今回の動画が面白いと思ってくださった方は、チャンネル登録・高評価をぜひよろしくお願いいたします。歴史への思いや感想、応援コメントもお待ちしております。ここまでのご視聴ありがとうございました。